はい、それでは全部のキャラクターをレベル10にした遊戯王モンスターカプセル GB やっていきたいと思いますと結構強いモンスターが引き当てられました。パンプキング、ハーピーレディで、まあこれはどっちかっていうとスピードがすげえっていうキャラクターですね。で、ラーバモスをグレードモスにしましたよ。アタックディフェンスに共に25、スピード22、結構いいですよ。で、続いて遊戯王で遊戯といえばブラックマジシャン、アタック28、ディフェンス24、スピードちょっと低いけどブラックマジック属性闇、攻撃範囲すごいですよ。で、もう一つ遊戯王といえば暗黒騎士ガイア、攻撃範囲すごいです。前半部分をアタックディフェンススピードすべて25で、2頭を持つキングレックス。ではこれでここのボス倒していきたいと思います。ここのボスは2頭を持つキングレックスって言えば分かりますよね。ダイナソー竜崎ですよ。うわ、遊戯来てくれると思ったぜ。この恐竜をぶっ倒してくれ。いや、ケムシーは大名義してくってばと。ダイナソー竜崎、へえ、待っとったね、遊戯。本田君を返してもらうぜ。ま、あいにとっちゃこんな人質まがいの人形なんて関係あらへんわ。ただし、ルールはルールや。前に勝てたら返したるわ。いえ、俺の命を預けたぜ。安心してくれ。竜崎は俺がぶっ倒してみせるぜ。へへ、随分と威勢のいいこっちゃ。ほら、早う始めるで、ゲームスタートや。遊戯王の、関西弁のキャラクターって言えばデュエルモンスターズではこのダイナソー竜崎。ユギ、お前モンスターワールドの冒険者、モンスターを引き連れたがあてもない旅をしとる。広大なジプティ大陸の中心に2つの強大な国がある。その名は東のイーストランドと西のウエストランドといった。その2国が力を合わせればどんな強国が攻めてもかなわなかったっちゅう話や。その強さは守護神である2頭を持つキングレックスの意味を持つ音だった。しかし最近その流星も陰りが見えてきたと噂するのも少なくない。冒険者はその国境である守護神殿に足を踏み入れた。とにかくもうわしの国イーストランドには水が全然ないのじゃ。ここ数年は雨も降らん。長い出りのせいでみんな働く力もない。どうしても水が必要じゃ。あとの国の水をわしの国に分けてくれんかの。バカを言え、長いの国ウエストランドなんてひどい水不足で死人まで出ておるのだ。お前のところにはまだオアシスが残ってるんだろ。そっちこそ我が輩の国に水を分けてくれ。何を言うか、うちのオアシスはそっくの昔に干上がってしまった。そっちこそ水を隠してるんじゃないのか。こっちに水をよこせ。だと、我が輩の国だって言ってきたりとも水はないわい。そっちこそ水をよこせ。そっちこそ水をよこせ。よこせ。よこせ。話なら覚えたら言いそうよ。こっちこそ覚えたらよ、ウエスト。なんか今の、どうやらこの二つの国は水不足が原因で喧嘩してるようやな。国民も困っとる。このままでは二つの国は戦争を始めてしまいかねん。二つの国を仲直りさせ国民たちを救え。それが今回の冒険の目的や。水をコロナウイルスに変えたら、なんか今の世界のような感じがしてなんなんや。ここは守護神殿です。二つの国の守護神が祀られています。イーストランドとウエストランドの守護神2頭を持つキングレックスです。かつては力を合わせて共に苦難を乗り越えてきたイーストランドとウエストランド、今は水不足が原因で仲が悪くなってしまいました。2国の守護神である2頭を持つキングレックスもきっと嘆いてることでしょう。
んか今の世界を見ているような気分。みんな心の余裕がなくなって隣の芝生は青い的な感じで、コロナ疎開をしたドアホもいましたからね。東の国イーストランドに着いた。ここはイーストランドだよ。喉が渇いた。樽が置いてある。中には何もない。テーブルだ。よく綺麗に拭いてある。いろんなものが並んでいる。スピードカプセルを手に入れた。そこの家に住んでるビリーは橋を架ける技術者なんだよ。私の名前はビリー。このイーストランドと隣のウエストランドは仲が悪いので、ウエストランドにいる恋人のマリーはなかなか会うことができないのだ。マリーに会いたいよ。ここの堀は昔水路だったところだ。今でオアシスが干上がって水が流れなくなっちまった。ここはイーストランドのお城です。最後のオアシスの話を知っていますか？北の荒野の最果てに最後に残った水源があるらしいのです。オアシスから水を引くには3つの水門を開かなければなりません。しかし水門には恐ろしいモンスターが住み着いてしまって近寄ることもできないのです。くそ、ケツなウエストランドへ腹が立つ。やつらきっと水を隠しているに違いないのじゃ。それにしても困ったのは、このまま水不足が続けばこの国は滅びてしまう。最後のオアシス、あそこから水を引ければいいんじゃがな。お互いがお互いに心に余裕がないから相手を疑ってしまうっていうことになってしまうんだよな。まさに今の世界じゃないか。特に韓国、自分たちの心に余裕がないから、とにかく日本をぶったたけば人気が出るからってんで、日本をぶったたくことが今の韓国の主流になってます。この先は三大水門の一つイーストゲートに続いてるんだ。でもこの間地震で崖が崩れて岩が道を塞いでしまった。爆弾でもあれば岩を破壊できるんだけど、大きな岩が道を塞いでいて通ることができない。国境地帯フランティア公園に着いた。ここでは6歩歩くごとに 40% のモンスターの出現判定の大増を振る。さっきはすんなり通ることができたのに。モンスターが出現した。ハイパービートル。ニートを持つキングレックス。ま、暗黒騎士ガイアが一番レベル上がりが早いので、まずは暗黒騎士ガイアをレベル11に上げましょう。一ターン目ワイのターン、二ターン目ユーギのターン。ちなみに暗黒騎士ガイアの攻撃スパイラルシェーバー、ワイルドラプターへの命中率 80%。ワイルドラプターに42ポイントのダメージで、ダイナソー龍崎を演じたのは初期というか、最初は藤井銀さんという方で、次は中村雄一さん、バトルシティ編から中村雄一さんに変わってます。まあ中村雄一さんといえば新しく放送される小林さんちのメイドラゴン S、 それの滝谷誠を演じております。初期の遊戯王では関西弁のキャラクターはめちゃくちゃ運の強いキャラクターがいましたね。
堀川亮さんが演じてました。ふわふわ誰だっけ、ふわなるみはあれ金田一だし、だあ間違えた。まあいいや。ない、これが怖いんだよな。しかも97をありに2連で引いたようなもんだぞ。ちょっとホーリーエルフの力で。4% 1か2ぐらいしか回復しとらんやないかい。一旦近づくよりもホーリーエルフの回復を。26%はありがてえわ。ファンブルのダメージをだいぶ回復できたぞ。西の国ウエストランドに着いた。ここはウエストランドだ。旅の人は水を恵んでくれないか。もう何日も水を口にしてないんだ。樽が置いてある。中から AT カプセルを手に入れた。水をくれ。国がこんな状況だから今年はボブの花火大会は中止だろうな。ああ毎年楽しみにしてるのよ。いかにもさすが花火職人のボムだね。だが今花火どころじゃねえだよ。今道路工事に使う爆弾を使って作って暮らすしか他にねえだよ。なあね、まさに道を塞いでる家は爆弾で使って壊してくれ。だがもうイーストランドにはいくらと王様のお触れもあるしの。よーし、わかった。こいつらウエストくれ。困ってる奴らを見過ごせねえ。ただし条件があるね。おめには爆弾の材料であるモイモイソンを取ってきてもらうでな。確かイーストランドの端っこに入っとったはずだで。いろんなものが並んでいる。ここはウェストランドのお城だ。ジプティ大陸の三大水門、ウエストゲート、イーストゲート、そしてはるか北の荒野に位置するノーツゲート。これらの水門は事故で入り口が閉ざされてしまった上に恐ろしいモンスターが住み着いて誰も水門までたどり着くことはできないのだ。いまいましイーストをめむかむかするわい。今頃ロニでも入って我が輩たちをあざ笑っているに違いないのだ。これだよな、情報が来ないからこそ相手をあれ無理やりこういう風に自分よりいいように思って勝手に怒りを募らせるって。しかし困った、このままでは我が国は滅亡してしまう。三つの水門さえ開けることができれば最後のオアシスから水を引くことができるのだがな。これも自分たちの心に余裕がないから相手を疑って心を和ませるしかないんだよな。このウエストランドと隣のイーストランドとで水不足の対策を練っておるが、話が進むどころか毎日喧嘩してばかりなのじゃ。困ったものよね。この向こうには三大水門の一つウエストゲートに続いてる。しかしこの間の地震で地割れができて道が通れなくなっちまった。
足でもかけられれば通ることができるのだろうが。あ、そっか。最初ここあれ両方とも開けていこうかと思ったけれども、別に片一方だけでもいいんだな。65。しかし低確率で出てくるモンスターってここまで強さに違いがあるんだな。東の国イーストランドに着いた。私の名前はビリー。このイーストランドと隣のウエストランドは仲が悪いので、ウエストランドにいる恋人マリーにはなかなか会うことができないのだ。マリーに会いたいよ。これは一回聞かなきゃダメなんだ。違う、自分で、あの、まあいいや、うん、道端に赤い草が生えとる。この国ではモイモイソウと呼ばれている。そうや、モイモイソウとるか。モイモイソウを手に入れた。なんで 80台が2連で出てくんだい。これ絶対乱数いじくられとるだろう。
まあファンブルじゃなかっただけよしとするか。西の国ウエストランドに着いた。約束通りモイモイソーを持ってきたようだな。よっしゃ、そのモイモイソーで爆弾作ったら。ちょっと待っとれ。できた、ワス特製の道路工事爆弾。最後だ、その岩の道が塞がれてる場所に案内してくれ。手紙を受け取った。もう1で回避できた。東の国イーストランドに着いた。私の名前はビリー。このイーストランドと隣のウエストランド。なんだその手紙は。なんとマリーが君に力を貸してあげてほしいと。よし、わかった、マリーのために君に協力するよ。でも君にはすでに連れてる人がいるみたいだね。一人になってからもう一度来てください。よし、ここか。ワスに任せろ。よし、準備 OK。 これで道が通れるようになったら、じゃあワスはこれで。で、せっかくもう一つの方もフラグを立てたんで、もうそっちの方も
行けるようにして、そっちから行きましょう。もう用事は済みましたか？では、その地割れのあるところへ連れて行ってください。こういう風に、お互いの国が協力すればどうにかなるっていうのをちゃんと思い出させて、イベントクリアしていくっていうのが、このコースのようですね。でもバーバリアンを一度で撃破することはできなかった。ちょっと音がよく出るようになったのは、実は一回これ電源切って再起動したら音がまともに出るようになりました。さよなら。それでも11か。正直移動する必要は全くなかったんだけれど、さあこれで暗黒騎士ガイアはレベルが上がる。
ファンブル食らったら逆にこういうパターンの方がいい。正直ファンブル食らったらまた敵からの一発の攻撃で命取りってこともありえますからね。実はそれに2回ほどゲームオーバーになりました。マリー、心配いらないよマリー、いつかきっと国同士の計画が収まってずっと一緒にいられる時が来るよ。それまで待っててマリー。よし、ここに恥をかければいいんだな。私に任せてくれ。よし、できた。これで向こうまで渡ることができるだろう。じゃあ、私はこれで。じゃあ、とりあえず今ここでセーブをしておきたいと思います。ここでまたあれ落ちたら元も子もないですからね。西の荒野に着いた。ここを越えるとウエストゲートにたどり着く。ここでは6歩歩くごとに 40% の出現。いきなり出た。敵がチート強くなっとる。攻撃力を下げるだけで攻撃をそのものはしてこないのね。レベル11。24% 結構でかいからな。 24% 多分ね。なあ、また 1% に流された。初っ端から落とされるかも。もう一旦耐えてくれと思ったらそっちを攻撃し、そっちに移動してくれた。まあ正直ね、27% 攻撃力を下げてるから大して心配はしてない。5%、100でも5の回復力だからな。
おー、危ねえ。攻撃力を下げておいて助かった。回復しておこう。クリティカル食らっても10だからな。なあ、ペンデュラムの呪縛ありがとう。こういう回復攻撃、回復攻撃できるのも呪縛のおかげだ。私40はダメか、やっぱ。よし、成功して攻撃力下げられたら元も子もないからな、こっちも。
クリティカル出しても30だもんな。こりゃ基本攻撃力の差です。あー、ぶねえ。落とせるかなと思ってやってみたけどダメだった。18%、どんぐらい下げられる？クリティカル出したら落とせるほどでした。なあ、こっちも外れた。これで相手には攻撃方法がなくなったわけだ。攻撃力を下げる攻撃方法はあるけど。
82。どうせなら一旦前に反り出してほしかったよ。あ、こっから渡るんか。ガザウラは横の攻撃はあるけれども真下への攻撃がなかったから真下から攻撃食らわしたら一旦はしのげるっていうのをすっかり忘れてた。仲間の支援効果。はい、一発落とし。おっとと。ウエストゲートに着いた。ここでは5歩歩くごとに 45% のモンスターの出現判定のダイスを振る。じゃあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。なんかな、この隣の国の争い、なんか今の世界のような気がしてならないですな。では失礼します。